皆さんおはようございます。ペンジマンサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は2年生常用漢字の東京の都、東、東ですね。説明をしていきます。まず字の分量ですが、書き始めからこの田んぼの田の終わりまでが中心を少し超えるぐらいですね。はい。でこっから下ある程度の長さがないとかっこ悪いのでですかね。ある程度の長さ書いてくださいね。それでは1画目から説明していきます。まずこの横線3つ、この3列全部幅を揃えて書いていきます。まず短めの直線右上がりですね。はい。この線がこの下の田んぼの田の一番幅の広いところよりも少し幅が狭いですね。いいでしょうか。短めの直線右上がりで続いてここ押さえて下に行けば行くほどつぼめていくと。はい。で上ふっくら右上がりで右側もつぼめて、ここ少しはみ出してもかっこいいですね。で次幅を揃えてふっくら右上がりでふっくら右上がりで閉じていきます。でここ隙間が空いてると少し大人っぽくなりますね。で次縦線ですね。斜めに押さえてまっすぐ書いていきますが、今3列揃えたこの幅よりは確実に上を長くしておいてください。短いとかっこ悪いですね。一度斜めに押さえてまっすぐで、これ次に向かって跳ねても跳ねなくても好みで変えてくださいね。でこの払いがちょっと珍しいんですが、通常、左側払って右側は途中で平らに角度を変えるので高さが高くなるんですが、右側の方が他の字はちょっと見当たりませんが、今日の東という字はここ足揃えちゃってください。払いの足ですね。ですかね。足を揃える、もしくはこっちを左払いを短くしてこちらに合わせると言った方がいいのか、払いの高さ合わせてください。はい、ここがちょっと珍しく変わっております。でこちら、3対2ぐらいでしょうか。途中で平らに角度を変えて払います。はい、長さは右側の方が長いのでこの角からの出具合はだいぶ出ておりますが、いいですかね。はい、それでは書いてみます。こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。